もう本当にふわふわしてあんまり会話も覚えてないんだけど、宇宙と初めて電話した感想をお聞かせくださいだって。そうね、前澤さんから電話かかってきて、前澤さんの番号でもないし、テキサス州ヒューストンから電話ですみたいな感じで電話かかってきて、おお、なんテキサス州から電話かかってきたと思って、でもヒューストンって言ったらやっぱ宇宙センターあるよなと思って、おっと思って出たら、どうも宇宙から前澤ですって言って電話かかってきて、ビビりましたよ。おおって言って、前澤さんって、ありがとうございますって言って、どうすか宇宙ステーションはって言ったら、いや感動ですって、本当に感動です、あの宇宙でっかい宇宙にポコーンってサッカー場ぐらいの宇宙ステーションが浮かんでるんですって言って、すごいですよって言って、とんでもない景色ですよって言って、はい、電話もらって、うん、まあちょっとなんかもう本当にふわふわしてあんまり会話も覚えてないんだけど、そんな感じで、はい、宇宙との初セッションね、民間で宇宙ステーションに行った初めての方からの電話、素晴らしかったですね、イーロン・マスク。